皆さんこんにちは、熊谷康政です。ということで本日ボリューム8は、もうサードは卒業して、次シャープ11がトップでいきたいと思います。今日は、これも C メジャーで C ルートにしたら、下から D、E、F シャープと、これ全部超2度ですね。超2度と超2度の、3ノートボイシングということで、これは結構いかれてますね。かなり癖あり注意ですね。使うことはないと思うんですけど、これのメルマガ用に自分でもこれ適当に作って、見たんですけど、ちょいちょいライブで使ってます。多分なんかこういうあれでも使えるんじゃないですかね。あの警報こんな感じのやつありましたよね。多分そこにインスパイアされた新しいサウンドです。だからあんまり普通のスタンダードではそんな使えないかな。シャープ11なんで、やっぱモーダル系のシャープ11の長い伸びているメジャーセブンスが長くなってるとこで使うとはありなんじゃないですかね。ですかね。それでは皆さん、さようなら。